やった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 えやったあやったやった喜んどこうやったやったよしよしやったどうもやったやまんですやったやまんですやったやまんです何ですか今日は今日はですね、はい、皆さんに朗報があります。おこれあのツイッターを見てたらですね、うん、リスナーさんからねメンションされまして、うん、喫煙率、うん、ナンバーワンの県があるらしいんですよね。都道府県都道府県がなんと、はい、我々の住んでいる町愛媛県が全国1位でした。しゃ素晴らしい。こっち進んできた甲斐がありましたよ。ありました。俺らのせいな。これせいじゃない。俺らのおかげおかげおかげです。マリオカート。これ詳しく言うとですね、アンファ株式会社さんという人がね、はい、人というか会社がね、はい、全国47都道府県各100人ずつ男女比50、50で、あ、結構少ないね。少ないね。各100やから、1700人ですよ。あ、合わせてを対象に全国の喫煙状況を調査し、うん、喫煙者ランキングを発表したと、はい、まあ、ということで愛媛県が1位だったと、はい、これはね、喫煙本数の平均が 18.51愛媛県。そういうこと。平均でそれってやばくない。喫煙者のってこと。そう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 。あ、そういうこと。ヘビースモーカーが多いってこと。ああ、そうか。喫煙率じゃない。あ、俺も喫煙率やと思う。率じゃない、率じゃない。あ、そういうことだ。これ本数ランキング。はい、やば。平均取って18ってやばくない。やばいな。これすごいのが、ちなみに47位が滋賀県なんやけど、8.71、倍以上です。やば。愛媛県ゴリゴリやにかししかおらんマジで。これ100人に聞いてこれやから、この 10本以上の差が出るってなかなか、まあマジでヘビースモーク多いよ、うんうんうん、あれだって滋賀県貧乏なんちゃう。いやでも愛媛多分日本一やで、あの最低賃金。そう、低い。日本一低い。でも家賃とかも、あ、まあ、日本一低い。まあまあ、物価も安いから、そこに当てれるお金があるんかもしれない。いやー、届きそうで届かなそうなんやけど、ありえそうでありえなさそうなのね。なぜ1位なのかっていうのをちょっと考察され、考察してくれてるんですよ、うん、この太文字で、うん、人に厳しく自分に甘い喫煙習慣だけでなく飲酒頻度も上位にランキングって言われてます。酒好き、タバコ好きで自分のこと棚にあげとる人間。棚にあげとる。まあ、俺らみたいなやつがいっぱいおるっていう。そうそうそう。だから、まあ、愛媛県のちょっと待って、これ大丈夫か。愛媛県に敵に回さない。いや、それアンファーがマッシュだけやから俺ら知らない。これね、喫煙者につきものである歯の着色について質問したところ、パートナーの歯の白さを気にしているランキングでは愛媛県全国1位なん。え、一番気にしとる。パートナーの歯の白さを気にしとる率が1位。おう、あ、待って、そういうこと。で、自分の歯の白さについては46位。他人に厳しく自分に甘いね。他人に厳しく自分に甘いってのはこういうことかな。なるほどな。クソやん、愛媛県にマジで。自分の外見を気にしないの問いに対しては全く気にしないと回答した人が比較して最も多い。ヤギスって周り気にせんとこ酒飲んでみたいな。ゴミ野郎が多いけんという結果になった。うわー、マジか。これでもまあ言うたら俺みたいな人が多い。結構本当にお前はこの人物とは近いかもしれないな。もう俺愛媛県育ちですからね。そうですね、まあ、僕は香川県なんでね、まあ、この愛媛県の人たちとは違うんですけど。香川県ない香川県は素晴らしいランキング1位や。素晴らしいランキング。香川県も4位ですよ。4位変わったもんちゃうよ。 Tinder やってます。全国に喫煙者率ってまあ言うてそんな変わらんと思うよ。うん、でその喫煙者の中の身の濃さが愛媛県は強い。なんかじゃあ俺らもなるべくしてこれタバコ系 YouTube なっとるかもしれない。その可能性は愛媛で育てば。確かに愛媛の地なんかも。これ大歓喜。いやいや、やったやったやった。いや、誇らしいですね。やっぱこういうコンテンツを取り扱っているものとしてはね、誇らしいです。だからこれも愛媛県民にいっぱいヤニカスがいるということなんで、もうこれ身近にね、味方がいっぱいいる。ああ、確かに、そういうことやな。これ2019年の調査やから、まだ俺らが何もしてない状態で。俺ら何もしてないよ、俺。だから多分俺らがいろいろしたら、今となっても、今平均30本ぐらい。どうなる、そのさ、寿命みたいなのもあるやん、健康とか。ああ。これ調べたい。あ、これ調べたら、相関性がちょっとわかる。まあでも、愛媛県ヤニの国計画がだいぶ順調に進んでますね、これは。ああ、でもトップ10に男女ともに四国の県は1個も入ってないですね、その寿命長いランキング。長いランキングに入ってない。あ、いか、え、待って、1位滋賀や。これ喫煙のさ、本数最下位やってるの、滋賀。うん。ほんまや。滋賀の一番長い気が。おぉー、ずっと積んでとるやん。え、マジで。まあでも滋賀県はそれだけじゃなくて、なんか、健康志願っていう、健康に対しての考え、健康意識が高い県内。健康意識が高い県内。ああ、なるほど。じゃあ差は関係ないですね、よかった。いや、警察には言わんといてください、ほんまに。これはもうめでたいのかめでたくないのか分からなくなってる。
いやまああれめでたくない、めでたくないか、うん、よくはないけど、まあ自分が住んどるとこがヤニカス大国で、自分もヤニカスで、まあちょっと嬉しい、ホーム感ある、うん、この本当に来年の調査が楽しみ、いや楽しみやね、なるほど、いや正直多少なりとも俺らはやっぱり与えとるわけよ、影響を喫煙者に対して、まあまあ、そういうのでなんか2020増えてねってなったらおもろいし、そうやね、なんか影響を与えとったらおもろいよね、そう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 、愛媛にってこと、いやまあ愛媛にとかわからんけど、まあ、意外と愛媛のリスナー少ないよね、そうね、結局全国だよな、そのすったあげ見てよ、愛媛の人、愛媛でやっとんやから、まあ俺ら愛媛県って全然取り上げてないからね、まあ、今回まあということで愛媛県ヤニカス帝国化計画順調ということで、これからも皆さん応援よろしくお願いしますでもうこれあのじゃあ俺らのコメント欄でも調査しようよ、1日平均何本ぐらい吸ってますか、あー何々意見、何々何本、あー何本ぐらい、ちょっと確かにな、ね、ちょっと調査しましょう、これでどこのリスナーの人が多いのかとか分かるし、なるんで、ぜひあのお時間の方コメントの方残していってください、はい、お願いします、お願いします、グッドボタン、悪いなと思ったら低評価ボタン、チャンネル登録ボタン、このベルのパチンというボタン、関連動画に出てきた僕たちの動画、概要欄をポチッと押した時に出てくるサブチャンネル、 Twitter、Instagram のフォローお願いします、お願いします。お願いします。以上。以上。やった。やった。やった。バイバイ。やった。わわ。やった。寝起き自分は最低、嫌なことに顔を巻いて、ひたすらマス書いて泣いて、自分に貸す判では言い訳だって。たかんだバッグとかファンなサンデーなんてやって、そんなこんなと。